通行中の皆様、お騒がせしております。私たちは人権とは名ばかりの人権侵害救済法案に反対する国民によるデモ隊です。我が国では人権問題の 99% が現行法で解決しており、新しい法律を作る必要性が全くありません。にもかかわらず、政府は来年の国会にこの法案を提出しようとしています。この人権侵害救済法案は、莫大な税金の無駄遣いになるばかりでなく、民主主義の崩壊を招く人権とは名ばかりの人権を無視した恐ろしい法案です。人権を全く救済しない人権侵害救済法案を推進する野田政権に怒りのスプレッドオール。国民の人権を弾圧する人権侵害救済法案反対。令状なしの家宅捜索は違憲だぞ。曖昧な差別の定義を利用して国民の人権を侵害するな。名前だけ綺麗な人権侵害独裁法案に騙されないぞ。人権の名を語る人権無視法案を推進する野田総理は逮捕しろ。すべての日本人に無実の社会的抹殺を招く人権侵害救済法案反対。野田内閣は人権侵害救済法案と国会提出を公表しろ。マスコミは人権侵害救済法案の実態を報道しろ。人権侵害救済法案のメディアへの採用凍結を理由に報道しないマスコミは凍結しろ。これ以上人権を守る法律は知らないぞ。日本語で話しかけただけで差別が成立する人権侵害救済法案反対。新橋で警察を使って国民の人権を無視した野田総理は今すぐ国民に謝罪しろ。このデモをきっかけに皆さんも人権侵害救済法案の本当の恐ろしさを知ってください。政府は人権の名前を使った国民への人権侵害をやめろ。人権擁護委員のさじ加減で罰金30万円を取り放題の人権侵害救済法案反対。北朝鮮の思想によって作られた人権侵害救済法案は直ちに廃案しろ。野田総理は人権を守るふりをして日本人を差別するな。在日外国人の人権を優先して日本人の人権を侵害する民主党は解散しろ。表現の自由とあらゆる文化を崩壊させる人権侵害救済法案の成立を許さないぞ。憲法違反、法律違反の人権侵害救済法案を成立させる行為は犯罪だからだ。欠陥だらけで本当の人権を守れない人権侵害救済法案は詐欺だ。外国人からの献金を受けて外国人の人権を優先する野田総理は辞任しろ。私たちは人権侵害救済法案の成立を阻止して本当の人権を守るぞ。人権侵害救済法案は名前だけは一見まともですが、中身はとんでもない恐ろしい法案です。差別の定義が極めて曖昧で、差別かどうかの判定は全て人権擁護委員に委ねられます。差別と認定された場合、捜査令状なしの家宅捜索ができ、
拒否すれば30万円以下の罰金を科せられます。そんな警察以上の権限を持った人権擁護委員は選定基準が広すぎて重国籍法案を悪用すれば実質外国人も人権擁護委員になれます。このように巨大な権限を持った敵国だらけの危険な法案を私たちは来年の国会に提出しようとしています。人権を全く救済しない人権侵害救済法案を推進する野田大学に議会を失礼します。外国人からの接近を受けて外国人の人権を優先する野田総理は辞任しろ。接近だらけで本当の人権を守れない人権侵害救済法案は詐欺だ。憲法違反、法律違反の人権侵害救済法案を成立させる行為は犯罪だ。あらゆる文化を崩壊させる人権侵害救済法案の成立を許さないぞ。このデモをきっかけに皆さんも人権侵害救済法案の本当の恐ろしさを知ってください。知ってください。政府は人権の名前を使った国民への人権侵害をやめろ。擁護委員の差し加減で罰金30万円を取り放題の人権侵害救済法案反対。北朝鮮の思想によって作られた人権侵害救済法案は直ちに廃案しろ。野田総理は人権を守るふりをして日本人を差別するな。反日外国人の人権を優先して日本人の人権を侵害する民主党は解散しろ。国民の人権を弾圧する人権侵害救済法案反対。令状なしの家宅捜索は違憲だぞ。曖昧な差別の定義を利用して国民の人権を侵害するな。名前だけきれいな人権侵害独裁法案に騙されないぞ。人権の名を飾る人権無視法案を推進する野田総理は逮捕しろ。全ての日本人に無実の社会的に勝ったと思われる人権侵害救済法案反対。野田内閣は人権侵害救済法案の国会提出を公表しろ。マスコミは人権侵害救済法案の実態を報道しろ。人権侵害救済法案のメディアへの大量凍結を理由に報道しないマスコミは妨害だ。これ以上人権を守る法律はいらないぞ。日本語で話しかけただけで差別が成立する人権侵害救済法案反対。新橋で警察を使って国民の人権を無視した野田総理は今すぐ国民に謝罪しろ。人権侵害救済法案は北朝鮮の思想をもとに作成された名前だけは綺麗な冷水の治安維持法です。かつてはテレビや新聞などの大手マスコミのほとんどが一斉に批判し廃案になった法案です。しかし政府はマスコミへの法的な対応を除外することでメディアへの矛先をそらし自分たちは影響を受けないと思い込んだメディアもまたこの恐ろしい法案を黙認しています。
インターネットで人権侵害救済法案と検索すれば、その問題の多さと深刻さがすぐ分かります。この機会にぜひ一度調べてみてください。人権侵害救済法案こそが人権侵害であると分かるはずです。自分たちに影響がないと思い込み報道しないマスコミと、法案を推進する野田総理に怒りのプレッシャー。国民の人権を弾圧する人権侵害救済法案反対。正当なしの家宅捜索は違憲だぞ。曖昧な差別の正義を利用して国民の人権を侵害するな。警察を使って国民の人権を無視した野田総理は今すぐ国民に謝罪しろ。名前だけ綺麗な人権侵害特裁法案に騙されないぞ。日本語で話しかけただけで差別が成立する人権侵害救済法案反対。
企業が自分たちの利益のためにほとんどの国民に課題が必要すぎる、そのような非人道的行為を私たちは絶対に許しません。企業の暮らしを守るため、日本国民健康プレート国民の生命を脅かす TPP 反対。食べたくないぞ。自由貿易の名を借りた日本への侵略行為を許さないぞ。民意を問わず TPP を推進する野田内閣は解散しろ。マスメディアと野田首相が農業以外の影響も説明しろ。TPP 推進派は国民へのメリットがあるのなら説明しろ。国民をないがしろにして大企業の利益を優先する TPP 反対。野田総理は守るべきものは守るなどと嘘をつくな。海外資本が利益のために国家を訴える TPP 反対。あらゆる産業で日本人の雇用を奪う TPP 反対。我々は日本の未来を守るために断固として TPP 参加に反対するぞ。TPP を推進する企業の商品は買わないぞ。TPP を推進する企業のサービスは使わないぞ。医療を崩壊させ国民の健康を脅かす TPP 参加は許さないぞ。民主党政権は TPP の戦場分交渉内容品目を説明しろ。野田内閣は農業以外の TPP 該当品目を日本国民に説明しろ。民主党政権は TPP 交渉内容を日本国民に説明しろ。野田総理は TPP 参加における日本国民へのメリットがあるなら説明しろ。TPP は実質日米間で行われる不平等条約です。自由化や規制緩和に関する法改正を推進し、逆に規制の強化や保護に関係する法改正は自国に正当性があってもできなくなります。さらに企業が法律や規制によって利益を被った場合、国家に対し賠償請求や法律の改正を求めることができてしまいます。憲法も例外ではありません。このように企業が国家よりも上の立場になり、自分たちの利益のために法律に介入するような横暴を絶対に阻止しなければなりません。私利私欲で国民の犠牲を無視する TPP 推進派に怒りをプレイしこよろしくお願いします。すいません、ありがとうございました。ありがとうございました。